よ。お、かっこいいな。買ったのか？うん、エネミー狩りしてたらドロップしたんだ。 GGO で剣ってなんか違和感あったけど、使ってみるとやっぱりいいよね。ああ、威力は大きいしかさばらないし、対人対エネミーどっちでも有効な武器だと思うよ。その割に使ってる人は少ないけどね。難しく思われてるのかな。一般的には剣より銃の方が強いと思われてるからな。ねえキリト、よかったらさ、この後デュエルしない？久しぶりに剣で思いっきり戦いたいんだ。剣対剣の勝負か。確かにしばらくやってないな。だよね、僕もずっと剣同士でやり合ってなかったから。よし、やるか。 GGO にデュエルモードはないから普通に戦うだけになるけど、それでいいよ。ワクワクしてきたな。やっぱりいいな。新しい貢献だし、慣れるまで少し練習するか。練習？そんなの必要ないよ。真剣勝負してくれるっていう話だったよね。早速始めようよ。よし、手加減はしないぞ。もちろん、手加減なんかしたら僕怒るからね。そこだ。うわ、しまった。ここまでだな。やっぱりキリトは強いな。剣筋がほとんど見えなかったよ。それにしては随分回避された気がするけどな。慣れてきたのかな。最初は剣が軽すぎてさ。確かに軽いよな、貢献は。使ってて頼りなく感じる時はある。 ALO に比べるとやっぱりそうだよね。ねえキリト、もう一戦やるか？うん、そこだ。ひゃー、やったー、キリトから一本取ったよ。やられたな。あんなコンビネーション見たことないぞ。剣が軽いってことはそれだけ速いコンビネーションもできるってことだからね。俺もちょっと動きが鈍ったかな。でも今ので勘を取り戻したんじゃない？それじゃもう一戦。さすが勇気だな。もちろん受けて立つぜ。そう来なくちゃ。次が本当の勝負だね。はあ、負けた負けた。今回も紙一重だったけどな。勝敗もこれで五分と五分だ。もっと戦いたいけど、さすがに疲れたかも。ああ、俺もだ。こんなに消耗した戦闘は久々だよ。ありがとうキリト。久しぶりに本気で剣を震えて楽しかったよ。こっちこそお礼を言わないとな。剣でこんなに戦える相手は勇気しかいないよ。それって最高の褒め言葉だよ。じゃあそろそろ帰るか。みんなもう来てるかもしれないぞ。行きたいけどなんか疲れちゃって、ここでログアウトしちゃおうかな。なんだ、そんなに疲れたのか？だったら俺が背負って行ってやるよ。え、それってつまりおんぶ？いいよそんなこと。遠慮するなって。ここでログアウトするのは危ないし、安全なところまで戻った方がいいだろ。それはそうだけど、でもおんぶなんて。気にするなって。俺には妹もいるし、最近でもユイをおんぶしたりしてるから。妹とユイちゃん。ほら背中に乗って。うん、ちゃんと捕まってろよ。うん、僕ってユイちゃんや妹さんと同じなんだね。うん別にこんなところアスナに見られたら怒られそうだなって。まさか勇気をおんぶしたってアスナは怒らないよ。疲れた勇気を放っておく方が怒られるって。それもそっか。ねえキリト。キリトの背中あったかいね。お兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。そうかもな。勇気がいいならいつでも兄貴になるぜ。でもやっぱり他の人に見られると恥ずかしいかな。勇気がちゃんと歩けるなら拠点の直線で下ろしてやってもいいけど。そうだね。ありがとうキリト。どういたしまして。